隊列が今最終コーナーからメインスウェイト戻ってまいります。シグナルは消えてレーススタート。酒井がいいスタートを切っていった。外側から非常にいいスタートを切っていきました。その後ろを起こし、外側のライン、この2番手4番手というところが今トップ2番手となります。そしてその後ろからアポールスタートの遠藤直人は今3番手。5コーナーからは外側のラインで立ち上がって伸びていくかどうかというところ、7コーナーに向けてインナーのライン、酒井が入っていく。ここは酒井もね、ちょっと伸びていかないというところを牽制しているんでしょうね。8コーナーに向けてはインナーのラインをキープしていきます。大越、そしてさらにその後ろの遠藤、この辺り、そして後ろは高橋雄志かな、6番手スタートの高橋がここも順位を上げていってるんですね。ということは、だから偶数グリッドの方がこう順位を上げていったっていうところですよね。さあトップ2はだいぶ接近していく。大越は4コーナーのインナー、後ろに遠藤もぴったりついていった。酒井、そして5コーナーのインナーは入っていく。遠藤の後の前後にこの酒井、そして高橋雄志が今度は7コーナーのインナー入っていきます。3番手に上がっていく。さらにその後ろからは細越か大沼かな、これ大沼が来てるんですね。さあそして大越がトップに立って酒井からの間隔を少し離します。さらに離れて3番手に高橋雄志、そして遠藤直人がちょっと今首を横に振りましたね。その後ろに大沼が控えていて、さらに離れて細越、さらにその後ろに小畑あたりでしょうか、三条、そして西賀がその後ろ、35号車中村、そして佐山、その西賀は今ちょっと今4コーナー出口のところ外絡んでしまいましたね。ちょっと後ろに落ちる形になります。トップ2が離れていきます。8コーナーに向けて大越、酒井の間隔広がって、そしてそれを追いかけるというよりはね、離されている感じの高橋雄志ですね。実はこのトップ集団というか結構ラップタイムが近くて大接戦になるんじゃないかと思われてたんですけども、大越武史はそのタイムアタックの段階では、最後の2周ねちょっとうまくタイムポジション取れなかったっていうような感じがあって、タイム上げられなかったんじゃないかと思うんですよね。そんな困難があったんですが、なんていうかな、こうイニシャルとしては速いペースを持ってたということなのかもしれないですね。10周のこの予選ヒートはまだまだというところですけれども、ラップタイム安定してくるとどうかなというところですよね。予選ヒートは43秒0から始まってますから、遠藤直人にしてもちょっとなんでこんな位置にいちゃうんだろうって感じ なのかもしれないですけどね。まあ、遠藤が今前の大沼に対してさくっついていくんですけど、大沼がねうまいライン取ってるんですよね。ちょっとこれもかわしていけないようなそういう形かな。その後ろに細越あたりでしょうかね。そして小畑、三条と続く。でそこからちょっと離れて中村君スーム、トップ2のラップタイムはねほぼほぼ変わらないんですよ。さあこの週どうでしょう。ほぼほぼ一緒だね。大越43秒207に対して酒井龍太郎43秒201、千分の6詰めたっていうのこれ言うのかな。高橋雄志単独の3番手になろうというところ。さあそして5コーナーではその後ろの5番手争いは今もうなんかものすごい感覚になってますけども、一応ここ守ってんですね遠藤直人はね。いやただこれあれですね、アポールからスタートはしてるのはあるんですけども、さあそしてその遠藤のインナーを狙って入っていった細越一茶が順位を一つ上げます。5番手に上がります。さあ一茶の後ろに遠藤直人、さらに白のヘルメットの小畑直央、ジャンキーの4台ですよね。だからここね、その後ろは33号車三条のインナーに中村入ろうとしたんですけどちょっと遠かった、入りきれません。さ
は遠藤の後もう一度7コーナーのインナーに入って細声をかわしていきます。ただここら辺ずっと寄り合ってるので、ね、今も三条と小畑かなこれやり合ったんですね。乗り待って始まってここら辺もだから前からは離れちゃうんですよね。さあこの週大沼がね結構いいペースなんですよね。4番手の大沼ひろと黒のスーツ、まあ、オレンジのスーツの3番手高橋雄志に対してだいぶ接近していきました。ラップタイムでいうと後ろの大沼が43秒1に対して前の大沼あ前の高橋が43秒4なのでコンマ3上回ってるんですよね。さて大沼3番手に行けるかどうかというところ、8周目から9周目に入っていくトップ、残り2周です。残り2周さあ大沼ちょっと今ね高橋にね付き合う形のペースになっちゃってるね。これねかわしていっても2番手まで届くかどうかどうでしょうねってとこだね。さあ遠藤直人はその今5番手は守ってはいるんですけれども、ポールスタートでっていうそのポイントのところで決まる決勝のグリッドを考えるとねちょっとここっていうのは辛いところになるかな。さあファイナルラップに入っていく大越武史、酒井龍太郎、高橋雄志を追いかけて大沼ひろとは2コーナーのイン側に入っていけるかどうだ。並んでいく3コーナーで前に出る1コーナーから2コーナーの加速のところで大沼ひろと高橋雄志のイン側に入っていきました。3番手に上がってさあ高橋雄志は若干後ろも気にしつつさあ前もう一度こうかわすことができるかどうかというところですがどうでしょう。さあ大越が今最終立ち上がってチェッカーフラッグを受けていきます。この予選ヒート4番手スタートだった大越武史がトップでチェッカー、酒井龍太郎2番手、大沼ひろと3番手、4番手